島応援サポーターの田辺です。これより激走いたします。テイクアウトに感謝。おいしいテイクアウトを紹介する番組、鹿児島応援ユナイテッド飯、始まります。鹿児島のお店とお店をつなぐこの番組は、 A のお店のテイクアウトメニューを紹介して、宅配したい B のお店に田上宅配員がお届け。テイクアウトをきっかけにお店の輪をつないでいきます。いやー、それにしてもたくさんお店を回ってきたな。何店舗巡ってきたかな。いきます。ここもう一個ある。はい、田上豊です。鹿児島応援ユナイテッド飯として、鹿児島の飲食店をたくさん応援してきました。このコロナ禍で飲食店の方々が必死に考えてくださったテイクアウトメニューをどれだけ皆さんにお伝えできたか、不安な部分もあります。ですが、飲食店に少しでも元気を与えられればと思って始まった番組。この番組を見て一人でも多くテイクアウトをしていただけていたら嬉しいです。番組を見たよ、美味しそうだったから行ってみたよって言葉を聞くたびに感謝でいっぱいでした。少しでも飲食店を応援できたのかなと、逆に僕が励まされてしまった感じはありますが、感謝です。うわ、重量感半端じゃないですね。鹿児島の美味しい食材を使って作られた飲食店のテイクアウトメニュー、こんな贅沢なことってないですよね。いやー、本当に鹿児島に生まれて育ってよかった。出来たてじゃないですか。何が美味しいってもう全部です。いつまで続くかわからない現状ですが、もっともっと多くの人が助け合える鹿児島であってほしいなって勝手ながら私田上豊は感じております。クリームはお待たせしました。あ、はい、こちら。まさにもう飲み物じゃないかと思うぐらいのカレーですね。いやー、素敵なお店ばっかりでしたね。見てるとお腹が空いてきます。ということで、まだご紹介してない店舗がありますので、続きはまた来週ということで、テイクアウトに感謝。次回テイクアウトメニューをダイジェストで応援後半戦、お楽しみに。